第1回目の疑似オーディオコメンタリー動画うまくいってたね。なんとなくね、ちゃんとこの右上のバーも秒数もね、くっきり分かるようになった。ありがとうございます。でもやっぱ今回からさ、この動画を見てくれるって方もいるんで、やっぱあらかじめ説明しなきゃいけないんですけど、ネットフリックスで配信中のサイバーパンクエッジランナーズの本編と同時視聴する形で、YouTube でオーディオコメンタリーを配信できないかなと。視聴者さんに、ちょっとお手数おかけしますが、2画面用意していただいて、例えば片手の iPad にはネットフリックス。で、片手のスマホには YouTube。テレビとスマホとかね。それぞれのご家庭で、2個 YouTube と Netflix を見れるものを用意してもらって、一斉の背でタイミングを合わせて同時再生すれば、動画内で再生ボタン一緒に押しましょうみたいな指示を出して、でも押しましょうだと、あ、なんかこの人によって押しましょうなのか、押しましょう本なのか、わかんなくなるから、ここら辺に出るであろう、0分00秒っていうのをぴったり合わせてもらえれば、じゃあこう YouTube と Netflix を同時再生してたけど、はい、YouTube だけちょっと止めちゃって、はい、ちょっとトイレ行ってこようって言って戻ってきたら、あ、本編だけ進んじゃってたみたいになっても、同じ何分何秒ってところに合わせてもらえれば、そっからぴったりもう一回見れるってことね。でまた問題はさ、Netflix って加入してる人と加入してない人がいるわけじゃん。そうですね。コメンタリー動画が作れたとしても、YouTube 内ではアニメ本編の映像は Netflix で配信してるものなんで、難しいよね。そうですね。YouTube 上ではちょっと本編映像は流せないですね。なんで、まあ2画面出してほしいっていう話ではあるんだけど、そこは申し訳ないけど、見ていただく方に、Netflix にちょっと有料ではあるんですけど、入ってもらって、ご加入していないという方にも一つ言いたいことがありまして、エッジランナーズ、めっちゃ面白いんで。そういうこと？そうです。ぜひ、ご加入いただいて、見てみてくださいって言いたいです。なるほどね。お願いします。どうしても、やっぱりね、その Netflix。はい、サブスクってたくさんあるからね、入れませんっていう方もいると思います。その方々には本編のスタッフのトークを聞いてもらって、はい、あのシーンはどこだっけ、このシーン今この話かなっていうのをちょっと思い出してもらいながら見てもらうっていうね。まあそれだけでも全然見応えはあるはずです。あるぞ。ということで今回はですね、2本目第6話のオーディオコメンタリーを皆さんに見ていただこうと思います。サイバーパンク1周年、Netflix で配信中のサイバーパンクエッジランナーズの公開から1周年記念ということで、皆さんと同時視聴でオーディオコメンタリーを実施できたらと思います。今回は第6話です。早速皆さん一緒に見ましょう。 Netflix を準備してください。いきますよ。 3,2,1 ポチ。始まりました、サイバーパンクエッジランナーズ6話のどうしようかな。副監督、ロバの演出やりました、金子と申します。よろしくお願いします。エッジランナーズの、キャラクターデザインと創作監督をしました、吉永洋です。よろしくお願いします。6話のコンテンツ作画監督を担当しました、五十嵐海です。よろしくお願いします。オープニング始まってますよ。始まってるけど、音は流れない。そうですね。音がないとちょっと、音入っちゃうもんね。そうですね。うん、それはこれがあるってこと。コンテ書いた人としてはどうですか、このオープニングは。素晴らしい。素晴らしい。というか、うん、俺がやってもこうは絶対ならなかったであろうって。カジノもない仕上がっていって。よかったですね。よかったですね。どこら辺が一番想定外でした？想定外、うん、いや、なんか自分のイメージがあるじゃん。自分のイメージはあるんですけど、もっと俺のイメージの中では貧乏臭い感じになる、うん、貧乏臭い貧乏臭いところから、うん、まあ、メジャーに乗ってるなっていう感じがしました。うん、いや、めっちゃおしゃれなものができる。そうなんですよね。色もバキバキで、うん、よろしい、よろしい、よろしいとは何か。あとはフォントとかですよね。うん、そこは全く関与してないっていうか、ね、うん、コンテ上ではなかったので、うん、と言っていたら終わってしまいました。はい、本編が始めます。ああ、道路だ。もう彼氏くんの原画のところから始まるね。そうですね。
こう、キャプチャーも、なんや、撮って、ガチャガチャ重ねたりして。うん、若からしのメインだって、キャラ表ないよね。ないですね。ないよね。ここにしかないやつだ。ええ。これがシナリオであった内容？ないです。ないんだよね。ないです、ね。いや、ただ結構メインのドラマは作ったってことだよね。そうですね。うん、大塚さんがいるから。はい。大塚さん的にはこのメインのドラマどんな感じでした？ごめんがいらっしゃる。ごめんがいらっしゃる。今奥に大塚さんと今井さんがご飯食べている。さっきから竜田揚げの匂いいい匂いがする。あ、そしたら嬉しいの。嬉しいの。シナリオを書いてる方からするとデビットの話のはずだから、そんなにメインの内面を見せんなみたいなところはありました。あったんだね。いや、でも呪いがかかってほしかったんですよ。うん、メインからデビットに向かって、存分に呪いをかけて、呪いを後半発揮してもらおうと思って、呪いを仕込んでおきましたっていう形になっております。いや、そう、個人的には。いや、確かこれがちゃんと、後のデビットのシエットと繋がってくるクラブの一つになってるからね。まさかあそこまで綺麗に繋がるとはって。かけてなかった。全然のことが。いや、拾ってもらえたらありがたいなっては思ってたんですけど、うん、ここまでガシッと拾ってもらえるとっていう感じです。全部を見たときは思った。シナリオのときか、6話もやったときはもう全部のシナリオもう終わってますよね、もう当然ね。うん。終わってなかったでしょって。終わってますよね。いや、全部は終わってないです。でも終わってなかったっけ？最後のあたりの展開は、ふんわりしていたはず。ふんわりしていたんだ。もう覚えてない。みんなもうちょっと2年ぐらい前のことだと覚えていないみたいな。いや、でも、あれっすよ。9話が本にまりしてなかった気がする。10話はどうなるかまだわからんみたいな感じではあったの。本店入った段階では多分そんなに決定はしなかったと思うね。そうですね。ええ。先々どうなるかっていうのは、うん、まあ分かってて、じゃあ先々につながるように。前のマスも含めて、まあメインも書いとかないともったいないし、死ぬのにと思って。そうそうそう。いや、本当ね、この回なかったら何なのっていうぐらい、あれだよね、キャラクターへの思い入れが違うよね。やっぱりここでちゃんとメインが書いてあったから、ちゃんとこうドラマというか、あ、デイビッドのドラマも出来上がったなっていう感じでしたね。そう、うん、あったですね。良かったですよ、本当に。その呪い僕らがだから引き継いでちゃんと、まあ、消化できたんだったら良かったですね。うん、そう。いや、この回来るまで結構ドライだったからね、話がね。そうですね。でも結構しっとりしてるっていうか、ウェットなんだよね、この回ね。そうですね。個人的には、もっとドライなものも好きなんですけど、うん、だからこういう回を振られると、ネチョネチョしだすという。あ、この辺のカメラワークが直接ありましたよね。そうね、これ最終テイクじゃないもんね、これね、実はね。そうですね。なんか 3,4 回やって V 編にたまたまマイテイクが刺さっちゃってて、見たらあ、マイテイクのまま繋がったらよかったんじゃないですか。そう、ラッシュ中にこう単品で見てたら、なんか妙なカメラワークだなこれって思ったんですけど、繋がってみたら割と繋がってるじゃないですかみたいな感じになって、いかがしかのところすればさすがでしたねって形がしましたね。それ、いや、怪我の巧妙という、氷炭から出た駒という、怪我の巧妙で作ってるもんね、みんなね、ここのね。その後も怪我の巧妙で6話には影響されて、9話の根底を部分的に調整したとかもやっぱあるから、やっぱ影響与えてますよ、ここがないとって。うん、ああ、作家的には、菅野一郎くんと分担してるんですけど、絵が主に菅野くんなんですよね。だから、この辺はすごい、菅野くんの絵になってると思います。あ、そうなんだ。この、ルーシーとかも菅野絵。そうですよね。うん。言われてるよ、そんな感じは。あ、間違ってると。菅野くんの絵の方が、メキメキしてますよね。メキメキ。ああ、こうなんか俺の方の絵になると
多少うにゃーっとするというか、こうなんかフォルムが曖昧になる。俺よりフォルムが明快なんですよ。あ、それはそうだね、確かに、うん、やっぱ線がね、かっこいいんだよね、カモン。そうですね、鉛筆で見ないとその本当の良さは分かんないようなところもあるよね。うん、うん、まあ日化されるとっていう線でスチルカレー、カモン君がなんかハンパートでもなんかまるっと作家をちゃんとやったのって結構割とそんななかったんですよね。 BNA とかとか。あ、ね、そうですね、 BNA で坂本とかやってましたけど、もうこことかでやってなんか何回もドリを書き直してるのを思い出しましたね。なんか一回書いてなんかまた全然違う新しいのが来たなっていう形になったら、そうですかねってなって何回も書き直した覚えが、なんか本人が何回も書き直したのは思い出しましたね。何笑い出してるの。何が面白かった。いや、ここ引きと寄りでかなり情報量が違うんだよなと思って。それはいいとこじゃない。そっか、だから田中のこういう拷問のシーンみたいなのももっと、はい、なんかシナリオでいろいろあったんじゃなかったっけかな。そう、田中の拷問シーンはどうだったんでしたっけ、大塚さん。もしも何、え、田中の拷問シーンがもうちょっと尺があったかとか分量あったかみたいな、どうでしたっけ。もうされた後の何でしたっけ。はしょられたなと思ったのはその翔太した後かな。その辺の手順だいぶ強引にバーって言ってる感じ。ああ、だからなんかそう、その前を足してしまったんでしたった、うん、パッドを抹消して、あの辺はだからちょっと設定を気にして割とこうルール守った方がいいかなと思ってたけど、まあ一応的にはあっちの方がいいな、出来上がりの方がいいなと思って、まあ、許してもらえるかなっていう不安はあったんだけど、まあなんか何も言われなかったんで、あ、いいんだっていうのは思ったな。そうですね、俺もなんかもうちょっと言われるかなと思ったら、いや、思いのほか言われなかった。言われたところはありましたけど、最初その根底とかでもこの部屋とかもガラシのところのやつだといろんな場所の部屋がもうガラシの中でちゃんと決まってたんだけど、根底見てもどれがどの部屋だかわからないっていう風なのがやっぱあって、なんか一回今井さんに、あの、俺もうわからないからあとは金子さんとガラシ君でよろしくって言われた覚えがあるみたいな。いや、俺も記憶違いを起こしているところがあって、なんかこんな感じだったかなと思ったら全然違った、畜生みたいな。あ、そうだったの。感じになってたところもあって、普段はね、あの演出さんがそのキャプチャーって言ってゲームの中でやるやつを、今回やっぱもうイカラシ君しかわからないって、コンテでどこ拾ったかわからないってなってたんで、イカラシ君に全部やってもらったのと、ゲームが自分がやんなきゃいけないとか作家やんなきゃいけないとかぶってて結構大変だったもんね。うん、そうですね、なんかうまく撮れないし、うまく取れないから、なんか普通のゲームモードになって。ピーが入っちゃうとか。いやー、一回くらい入っといた方がいいかな。ちゃんと狙ってんのか。なんかそれは偶然じゃないってことか。でもなんかそれやってて、五十嵐君のゲームやってるの初めて、その会社でゲームやってるわけだから見たし、なんか五十嵐君ってフォトショップ使えるんだとか、なんかキーボード触れるんだっていう、なんかこうデジタルに触れてる瞬間がいつもなんか DVD とかカセットとか CD とかばっかだったから、なんかデジタルのもの触れるんだっていう風な話をしたら、僕だってイラストレーターとか昔は習ってたんですよってすげえ言われた気がする。そうですね、もう全然使えないですけどね。それはさ、逆らってそうしてるの、それとも逆らって、それとももう最初から やりづらいみたいな、使いづらいみたいな感じ。何言いますか、デジタル機器を。いや、ただ流れに身を任せてたら。いや、流れに身を任せてたら普通は五十嵐ぐらいの世代だったらみんなデジタル使いこなしてると思うんだけど。だからあのあれですよ、使えないこともないはず。まあでもあえて使ってないってことだね、それでね。
流れに身を任せていた。流れはこうなってないわけじゃん。会社では。いや、俺の人生の流れっていうのは、自分の人生の流れに身を任せていたら、そこだ。そうだよ。それはなんかやっぱ自分の意思とはちょっと違うってことだよね。なんか違う力が働いて、そういう道に生かされちゃってるみたいなことになる。ことだよね。そうか。自分で選択してるんだったら自分でデジタルは使わないって選択をしてるんだと思います。別に選択をした覚えはないんですよね。全然関係ないじゃん。全然関係ない。自分がそうだ。ちょっと本編戻ろうか。今そうですね。最も DM でデジタルっぽい処理をしているところをめちゃめちゃアナログで行こうっていうふうな話になった結果がさっきの。さっきの。そう。今ちょうど噛み合ったんですけど、僕の頭で。いや、直接ありましたよ、この表現。今井さんがそういうオーダーをなんとなくして、最終的にそうなったけど、なんか、今思えば五十嵐君にぴったりだったような気もする。もうちょっとコリコリにした方が良かったのかと思ったりもしました、ね、作画台の書いてプラスデジタル処理だったんですね。そうですね、まあ、一応 BG でもいろいろ書いてもらってそうだよね。だから多少調整したんです。田中とかも本当何も喋れていないね。田中とかもこれだって有からし君が結局設定を書いて吉成さんもそれをなんか直したんでしょ。いや、ほとんど直してないと思いますよ、はい、まあ、あまりにも自分の絵というか、五十嵐のキャラクターになってたから、まあ、一応同じキャラクターに見える程度の修正をしたっていう、はい、修正ってことでもないけどね、同じキャラクターに見える、まあ、田中さん、うん、田中さんですよっていうのが分かるけどね、田中さんか、確かにさん付けするってことで今、なんかアニメーターの話してるのかなって一瞬思ったけどあ、でも確か田中生の人はこの回に入ってないので確かにねリアルな話なんですよ、ね、大丈夫でしょう。何が大丈夫なんだか。あこの辺すごい腕が太くて好きなんですよね、うん、そうだね、太すぎるっていうくらい太い、うん、面の腕が。いやでも太いんだよね。いや太く描かなきゃいけないんだけどなかなか思い切って描けないから、うん、これで殴ったらデイビッドの首が燃えてもおかしくねえぞっていうくらい太い、うん、途切れてしまうな。いやでも今見るとやっぱこうアップでちゃんと繋いでるよね。狭い感じは出てるような逆にするし。いやでもだから全部繋がった際に顔すぎねえかと思って、こんなに顔ばっかりで分かってもらえるのだろうかみたいな思っていたんですよ。思いのほか分かってもらえた。いやなんか全容が分かんない部分もなんか多分含めてその演出として皆さんも見入ってる気がするなって気がする。顔が顔が顔がって実写でも結構あるから、なんか意図的にそこはまあうまくいきましたね。なんとかいやーなー盛りすぎてるんですよね。何を正規の尺に入って頭の中で想像していた時はもうちょっと間がそれぞれあったはずが、尺に収めようと思ったら間が削れていった結果、どんどんやつに早いにいろんなことが起こり、いろんな演出が来るけど飲み込む時間がないみたいな感じになっていた。これでも今井さんに実は見せる前に一回結構切ったじゃん。切りましたね。いや、コンテンツですとか僕と合宿で相談して、こんなに入んないよ、多分、みたいな話になって、だいぶこれいらないんじゃないって言って、芯ごと切ったよね、確かに。だから、あれですよね。メインの腕を調整するシーンとかが入ってたんですけど、謎の機械を。うん、謎の機械どうするんだよって感じしますけど、今は考えると。自分が描きたいものが先行してるだけのカットなんですよ、これはってすげえ言ってた気がする。大概そういうカットがまさに切られるっていうか、切らざるを得ない。だから、そういうの切っていかないと、やっぱりダメだってことなんですよね。自分の趣味が一番強く出るというか、そういうとこが、やっぱいらないカットだったりするんで。いや、そうなんですよね。
ていくとねじ込むのが非常に難しいんだよね。うん、シナリオの段階でもうだいぶ決まっちゃってるから、はい、それを消化しちゃうともうカノンが入らないってことは応募にしてやれ、うん、ここもなんかあれだよね、元のなんかの映画五十嵐がイメージしてるっていうのがあって、それを教えてもらってやって、カメラを外に出すか中に入れるかみたいなこと結構話したよね一回ね。あーそうっすねこういうアングルを、まあ、確かに社内でやるパターンもあるよな。こういうアングルの方が珍しいね、確かに社内から撮るっていう。そうですね、車の中のレイアウト難しいよ。基本的に壁を抜かなきゃ成立しないような画面だからさ。そうですね、そうですねしか言ってないそうね、年まあ何やってるか分からんちゃ分からんけど、まあ何かやってたらなみたいな。サングラスごと増えるっていうのはやっぱり画期的でしたね目が増えるっていうのをずっとやってたんですけど、メインが発症した場合はサングラスごと増えるといやそんなことないよ、その最初 の, あの1話のノリスもああそうあれごと増えてるから意味わかんないけど、最初からよくわかんない、最初からやってるからもうこれどういうことなんだろうっていう。今井さんあれはどういうことなんですか。もらってますけどそれ想定外だったと思うんだよね一応。あれ元ネタがビル・シンケビッチの話にあってあれはあれもあの目の影ごと全部動くんですよ、うん、だから正しいんですよだから正しいいやなんかこうブレる表現っていうのはよくあると思うけど、うん、やっぱパーツだけがブレる、でもそのパーツの選択をどっからするかっていうのは難しいんだよね頭ごとブレるとかさ、目だけブレるとかいろんなパターンうちの表現なかなか難しかったと思うんだけど、いやーなんか返り血がつくと全部マットな感じになるから、そうそうそう一色になっちゃう、ね、かなりもっと計算しないといけなかったな、本当に。この雨のカットもね、うん、ピン送りしてるんですよね。そうだね、で急にそれが入ることについてみたいなことがあったのかな、どこで音切るのかとか、今音楽こっちは流れてないからちょっとあれだけど、なんか結構ガシャガシャ鳴ってませんでしたっけ実際。おさてたかな、そうかも、ね、あれどうだったっけちょっと覚えてないな、うん、見直してきてない。なんかこの辺とかもなんか血がすげえ立つように調整してもらいましたよね、カエルさんに。したね、結構したね、なんか ね BG でべっとりつく血とかをもっと立つようにみたいな、うん、いろいろやったな。ああ悔いが残るカットが出てきた。え自分でやったのに、自分でやったけどなんか変な感じになっちゃったそうなの。ああこれあったね。そうですね、奥に悩んでるメインが一応いるんですよね。あれここもなんでか、だってなんかスケジュールがやばくなったから原画を少しラフミより抜いて整理させるようにしたとか言ってたもんね、いろいろ。ああ自分が原画するときだような気もする。確かにこうやって客観的に久しぶりに見えて、やっぱりゲームのキャプチャーを使ってるのに割とに肉薄したカメラを置いてるよね、本当に。それで繋いでる感じはすごくする。だいぶ疲れましたけどね、うん、だから意外にこうどことどこの位置関係はよくわからないっていうのは、確かに今井さんが根底最初見た時にどこで何やってるかわからないっていう印象は確かにまさにそうで、うん、色ついて絵がつくとそれでもなんか成立しているというか。ただ部屋ごとに色変えるとかやったけどね、あまりにも分かんないからライトを変えたいって僕の方で言って、うん、ノリが、そうだね、これ本当にノリって書いてあったもんね。そうですね、奥からノリが飛んでくるみたいな、ずっとノリノリって最初書いたら最後までノリっていう弱みになってしまったうん、この辺ね、この辺の色もさ、あ、何？うん、いや、色もさ、ここら辺の色をさ、最終話のさ、最終シーンのところにちゃんと引き継がれてるんだよね。あとで、あと10話も、なんか、コメンタリーあるらしいんで、その時話出るかもしれないですけど、ここから結構、これから五十嵐くんのイメージで最初、色とか決めて作って、うん、で、最後それ、もう一回韻を踏むような形は、ここから切ったりするんで、うん、やっぱり、
前振りしてるんですよね、ちゃんと。あら、じゃあキスシーンのやつとかも拾われてましたしね。そうですね。画面の前でこの五十嵐くんのうーんってことはみんな極められるんだよ。いや、なんか、たまにわかめカニ的な味に定食してる気がする。定食してる。ここら辺は観の原画で五十嵐作家っていうこと。ああ、そうですね。なんかメインの頭の側面だけ削った気がする。この辺も結構川野くんがリテイクしてました、うん、ブラシの感じとかが想定と違うみたいな話でなんとかやり取りをしてました、うん、これも面白かったね。これもね、いや、これが当初はメインとカットバックする予定だったからメインがデビッドに食われるみたいになんねえかなみたいなことを思ってたんですけど、うん、なんやかやでそうはならずっていう感じでしたね。今デイビッドの背中のカットもさ、最後止まるハーモニーのやつも、あれも実はもう一テイクあったんだよね。あれそうでしたっけ。え、覚えてない。あ、そう、あったあった。あの逆光にしたバージョンも実はあったんだよ。ちょいアンダーっぽくしたやつ。そう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 。パッけど気づかなかった。そう、あの V 編でどっちか選ぼうって言って、あのそのまま忘れてそのまま V 編取ったっていう。刺さってたもので誰も違和感なかったからそのままスルーしたって。いや、でもなんか爆発するシーンとかこうドーンってなってバッギューンって感じしたいんですよみたいなことをカッティングで言ったら、あ、そうですか、なるほどみたいな感じでギューンってなってて、もう完全に擬音でしか会話してない感じが面白かったですよね。とか言ってたら終わってしまった。終わっちゃいましたね。あっという間に終わりましたね。擬音ばっか言ってた気がする。総括すると、はい、どんな感じですか。総括すると、もう自分のキャリアの中でとかでもいいけど、ええ、いや、特に他のやっぱそのグリッドシリーズとかとはちょっと違うわけじゃない。いや、ほぼ同じじゃないかと思う。ああ、そうかな。これは総括しようとは思ってやっていたので、うん、総括しようという意思で考えると、うん、やっていることが同じだと思って。うん、そうなんだね。自分の気持ちの向き方的には似てるんですよね、うん、結果的にどうなったかっていうのはちょっと自分だと分かりづらいところがあるんですけど、うん、どうなんでしょうね。俺としては真ん中の回だから、まあ、すごい重要な回だから、あ、すごく大事なところを押さえてるなっていうふうに思ったけどね。ありがとうございます。なんか五十嵐君の人生相談みたいになりましたけど、今井、あの次は10話で今井さん、大塚さん、吉成さんで、またあのお出番みたいになります。お楽しみに。チャンネル登録、高評価、熱いコメントお待ちしております。よろしくお願いします。